実は芸人になる前フリースタイルのラッパーをやっていたというあばれる君。これは熱いバトルが期待できそうだ。じわじわと距離を詰めていくラッパー軍団。怖えなこれ。やべばかまん。あばれんじゃねえぞあばれる君。 OK 君はそうだなあばれる君。すぐ汗ばんじまうよあばれる君。お前のラップをまず聞かせてみろよ。 Come on Come on Yeah Let's go。 よあばれる、お前の番だ。 Yeah yeah 言っときな。 Yeah yeah yeah。 いきなりいきなり何ですか。いきなり Yeah yeah。 俺は次やってくれよ。よこいつラッパーエース、知ってる乱された自分のペース。今日はコーナー口から飛び降りていきなりかまされたラップ。でも俺はタップしないぜこの前ギブアップ。するよりフォレストガンプみたいに突っ走る俺がストレート。投げていくぜ上げろ俺のレイト。OK 受け取ったストレート。確かにテレビで今は売れっ子だけども、そなくなったハングリー精神。よ一言言わせてもらいます。おごるって言ったのに一文なしで、ウォークさんに土下座してまで店に呼び出してまで後輩の目の前で恥さらし。それあばれる君マジ立場ないかも。 Yeah Come on Yeah 確かにあの日は一文なし。奥さんにいつも借りてたお金、でも俺は今じゃ足りない。いつも家賃払ってる。あいつに大体いいもん買ってる。そんな感じでうまくやってる。 Yeah 幸せなライフ。俺はこの場でお笑いにダイブしていくぜ。負けないぜ握るマイク。 Yeah こいつエース知ってる有名なやつ。Yeah 有名なやつ。確かにそうか、そうお笑いライフ大事にしなさいワイフ。 Yeah だけどもあなたはネタにそう熱心。間違いないぜちゃんとそのモスタースピリッツに与える言葉はリスペクト。 Yeah すごいね。何してんすか。びっくりした。怖っ。チンピラ系多いんですよ。マジびっくりした。ちょっとおかしい空気感じたんすよ。派手な色がこう一箇所に集まってくるんですよ。怖かったっす。勇気を出して熱いラップを返したあばれる君にマジリスペクト。